ローレント・デュバニー・ターディフは、カナダのケベック州産、ジャンバティスト出身のアメリカンフットボール選手である。ポジションは、オフェンシブガード。NFL のカンザス・シティチーフスに所属。フランス系カナダ人であり、母語はフランス語だが、英語も話せるバイリンガルである。現役の NFL 選手では、唯一の医学部出身選手である。当初、2014年のカナディアンフットボールリーグドラフトで、 カルガリー・スタンピーダーズより3巡目で指名されたものの、入団には至らず、NFL ドラフト6巡目で、カンザスシティチーフスに指名され、入団した。カナダのケベック州モントリオールにある、マギル大学3年時に、チーフスに入団。入団後は、文部領道を貫いて、2018年に卒業し、医学博士号を取得。デュバニー・ターディフは、同大学で、医学博士号を取得して、 NFL でプレーをした最初の医師である。本人はユニフォームに MD の文字を入れるよう NFL に問い合わせたが却下された。なお、マギル大学出身の NFL 選手としては2001年にジャクソンビル・ジャガーズに入団したランディ・シェーブリエに続いて二人目である。2020年2019新型コロナウイルスで人員不足に陥っているカナダの医療現場を救うため、 長期療養者向け施設で医薬品の用務係にあたっているレギュラーシーズンポストシーズンありがとうございます。